皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤でございます。センター試験が終わって、各高校さんが午前中に終わってしまう。で、おまけに何の勉強をやっていいか、なんとなく分かんないしっていう風に時間を持て余しちゃっている、受験生の皆さん、ちょっとギクッとした人手を挙げてみてください。ギクッとしたでしょね。そんな人に向けて、いくつか私からこれやってみたらいいかなっていうことをご紹介するっていう動画作ってみたいと思います。正直言うとなんだか参考書の商品紹介みたいな内容になっちゃうので、ややちょっと気が引ける面はあるんですけれども、まあそれでも各受験生の皆さんの受験する大学のレベルに合わせてこんなもんやったらいいよっていう風な提案っていうのをできるっていうのが私の強みです。今日ね、ちょっと変わったものを紹介しますが、こちらを出してみたいと思います。じゃじゃん。あんまり見たことないようなルックスの本かもしれません。私個人的に、かなりの難関の国公立大学受けてくる。まあ例えばですけど、名古屋大学文系ですとか、金沢大学の文系あたりを、受験してみようっていう生徒さんには絶対にお勧めしてる本です。ライジング英文解釈っていうふうに言います。はい。英文を和訳しようっていうトレーニングの本って結構あります。私もそのジャンルの、一般的な本屋さんに売ってそうな参考書って一通り見るんですよね。で、例えばですけど、英文解釈の技術100、私あれ結構好きです。で、それから、うちの塾では生徒さんと一緒にずっと私が使ってやってるって基本的に好きなものが、応文社の、緑色のやつですね。ただ自力でモリモリ解くっていうための、一人で打ち込むための、いい教材って何かなっていうとこいつなんです。まず率直に言いますけど、ちょっとカメラ近づきますね。載ってる例文とかがかなりレベル高いです。大体ざっと見てみて、どうでしょうかね、同志社とか慶応、一橋、関大、神戸大学ぐらいの、国公立の二次問題の中から、2分ないし3分ぐらいの、文章をピックアップして全部和訳しなさいっていうふうにやってます。で、和訳がきついよっていう、これより多分きつい英文解釈の本って世の中には存在しないんだろうと思います。で、おまけになかなかこれ本屋さんで売ってない可能性があるんですよね。やや古い本なので、手に入れてもらおうっていうと、ま、あれですわ、ヤフオクとかメルカリとかああいうので中古のものを探すっていう風にして出てきたらラッキーって思ってもらってもいいです。古い本ですけど、英文解釈に限ってはかなりの難関の国立大学で和訳中心に出題されるかもっていう大学さん受けに行くっていう子なら、持て余した時間これに積み込んでみようっていうのは私有効だなっていうふうに思います。まあ正直言いますと、公立大学受験で、英語の試験が課されるよっていう生徒さんであれば、受験大学の過去問を徹底的にやり込むっていうことをしてもらうといいです。大体ですけど、大きな出題傾向の変更っていうのは、10年ぐらいでないんじゃないのかなというふうには言っておきます。ただし、私の、塾があります岐阜県大垣市、うちから、たくさんの生徒が受けに行く岐阜大学、傾向がガラッと変わってる年あります。なのでそういうのって赤本をやり込んでみて、受験生皆さんに気づいてもらうってこと必要ですよっていうふうには言っておきたいと思います。まあ、こういう、英文を和訳しようっていうテキストっていうと、自分でやって果たしてこれで正解なのかどうかっていうことに困るっていうことが出てくると思います。そういう時って絶対に英語のよくわかる先生に、この訳で大丈夫かな、この訳で何点もらえますかっていうことを積極的に質問に行きましょう。学校の先生ですとか塾や予備校の先生っていうのを捕まえて、これでいいですかっていうのをたくさん聞きまくってみてくださいね。はい、では今日はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。